はい、皆さんこんにちは、横田俊一です、今回のゲストはなんと藤田博之さんに来ていただきました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますありがとうございます、はい、もう藤田さんは僕の大学の先輩でございまして、僕が1年の時の3年生と、はい、そうですね、2つ上、はい、ですね、はい、ということで2年ぐらいはもうがっつりと、練習を共にさせていただきました。今回は、出てくださるということで、いろいろと藤田さんのことを、まあ、深掘りしていきたいんですけれども深掘り、はい、まあ、まあ、ツアー通算18勝ですよね。そうですね、初めて、まあ、初優勝サントリーオープンですよね、うん、2勝目サンクロールでした。そうですよ、僕、うん、一緒に回ったね、それは初めて聞いてびっくりでしたよもうよくぞ覚えてていただきましたけど、すいません、忘れてました、はい、まあそんな昔から藤田さんのことは見させていただいてですね、まあ、いろいろと、近くにはいさせていただいたんですが、まあ今回はちょっとまず藤田さんはビッケと言われてまして、その、はい、ビッケ、ビッケで昔からビッケマジックっていうのをよく言われてたんですよ。あ、昔はよく言われましたね、はあ、それね、うん、で 何がマジックかっていうのは、まあ、ショートゲームなんですよね、うん、ビッケマジック、うん、やっぱこれはまず今回はちょっとパターを、パターをね、はあ、持っていただきまして、はい、これまたすごいパターパターはね、まあ、これ、まあ、自慢できる道具かな、これまたね、これ知ってます皆さん、これスコッティ・キャメロンの縦に名前が入ってんですよ、縦にこれ許されてる人は世界で4人ですスコッティ、まあ、今はねどうか分かんないけど、はい、まあ、大事にされてますよね、これ、うん、これ GSS って書いてあるの素材ですか。そうですね、これそうGSS ってあのジャーマンステンレスっていう、ジャーマンステンレスやっぱり柔らかいんですか、はい、全然違う、なんか素材があのステンレスの中でもそのドイツの、うん、柔らかいんですかね、なんか、うんうん、いや少ないんでしょきっとね、ものがね、はあ、うん、まあ、結構高価なステンレスっていう風に、結構どこじゃない、結構どこじゃないじゃないですかこれ、パターになるともうとんでもない、あの価値になりますよね、やっぱスコッティの、はい、パターンになるともうね、まあ、サークル T っていうのがまず、ね、そうですね、あるね、サークル T ってここにこの T のね、ここにサークル、サークル T、これはプロ支給品ってことですよね。そうですね、うん、あのツアープロ、このあのシャフトのところに書いてあるかな、あ、うん、ツアープロ、あ、これね、サークル T、うん、サークル T、 でもサークル T はねそこら中にありますけれど、そこら中にあるの、まあまあまあ、今や、まあ、買えなくはないからね。そうそう、なんかよく出回ってるんですけど、うん、これはマジで100万ですよ。これはもう盗まれんじゃないですか。いやいや、盗まれないように、あの、はい、基本的にはもうあんまりバッグの中には入ってないですよ普段、うん、もうキャディさんマネージャーがもう常に、そう、あのロッカーの中入れたり、はい、あとはもうあの、もう自分の部屋持って帰って、うん、ホテルの部屋に持って帰ってるっていうパターンなんで、パターマットを毎回持ってるんですか。うん、もう必ず毎回じゃないけど、パターマットを部屋に置いて、でパターを転がすように、去年は結構やったかな、ホテル、あの車移動の時は、うん、車移動の時、まあ自分のねパターマットっていうのがあるんですよ、知ってる人は知ってると思うんですけど、ほうほうほう、あのパターのね練習器具でパターマットってあるじゃないですか、はいはい、でそれをまあ、自分がこういうパターマットで練習したいですって言って作ってもらって、それ、うん、でも本当にやってるんですよそれ。やってるよね。宣伝じゃなくて。あ、宣伝じゃなくて。で、やって自分で。どういうパターマットなんですか。ね、まあ藤田マットっていうのがあるんですよ。はい、で藤田マットっていうのが約そのこのボール1個半ぐらいかな。だいたいカップって3つ半だっけ。はいはいはい、3つ半でしょ。はい、で藤田マットって市販されてるやつは1個半なんです。はい、うんうんうん、ボール1個半ね、はい、ちっちゃい、だけどちっちゃい穴、ちっちゃい、ちっちゃい、そう、ちっちゃいの、はいはい、で集中力、まあ距離は短いんですよ、1メーター50から1メーター80ぐらい、うんうん、だからパターマットとしてはすごい短いんですけど、はい、それにこうラインが引いてあって、はい、まあ、それを繰り返し練習するっていうのでやってたんですけど、まあ、ちっちゃい1個半だと、あ、なのであの私は2個半、あ、2個半、あ、はい、じゃあもうちょいでかくしてもらって、そう、
通のカップはまだ3個半。3個半。うん、おだっけ。なるほど。うん。2個、あ、2個半 ?3 個半いや。2個半。2個半ってことないね。まあまあまあ。2個半ってことないか。まあ後でやる。3個。3個以上あるでしょ。うん、まあそういう感じなんですよ。はいはい、なんで、ちょっとその市販のより大きくしてもらって、それをツアーでちょっと持ち歩いて、車で運んで、で、部屋であのパターやってるっていう。なるほど。やっぱり、ことが多いかな。そのパターマットって大事なんですか？先輩クラスでも。いや、その、クラスとか、いや、あれだけど、あの、パターの練習はやっぱパターマットが一番基本ですね。うん、だってほら、球変化させないでしょ。一辺倒だから、ワンパターンでいいから、そのワンパターンの癖付けをするためには、パターマットが一番かなと思って、昔からパターマット。先輩はよくあの、なんかショートパットの練習結構やりますよね。ショートパットがね、あの、肝だと思ってるから。なるほど。何メーターぐらいの練習、うん、ね、でにまあ、だ最近のそのなんかデータ見るとちょっと違うんだけど、自分の中ではその、うん、まあ、ツアーのね、うん、プロっていうのは大体 1.2 メーターが大体 70% 台入るんだけど、うん、それが 1.5 以上になると、うん、35% ぐらいにこう急に減るんですよ、うん、ああ、入る確率がですね、確率、はいはいはい、でそうなってくると、はい、やっぱその 1.2 から 1.5 の、うん、ところが我々のこう分かれ道だと入れなきゃいけないとこ、そうですね、だからその辺の練習はよくしますね、うん、なるほど、うん、このパターでですね、うん、このパターで、これタイガー・ウッズがこの間使ってこれに変えた、多分ね、実際現物見てないんですけどね、うん、でもあのパターを珍しく変えたじゃないですか、うん、でウエイト調整がこうできるってことで、こうウエイト調整できて、うんうんうん、でまあこういう同じようなドットがついてたんで、うん、おそらくこれとね、一緒のヘッドだと思うんですよね。これニューポート、2のね、ヘッドで。タイガー・ウッズもずっとこれ愛用してましたっけ？タイガー・ウッズは、そのニューポート2のモデルを、うん、なんで、うん、私もずっとそれを使ってたんですよ。タイガーのヘッド。うん、で、あまりにもそこにこう、執着しすぎると、うん、シャフトとかも錆びてきたり、こう宅急便とかで、うん、何か問題が起きた時にもうそれ以上のパターがね、うんうんうん、見つからないとかいう状況に陥るじゃないですか、うん、よく選手にありがちな、うんうんうん、だからまあエースと呼ばれるパターと、うん、スーパーサブって呼ばれるパターを今は準備してるようにしてるんですよ、うんうん、ああ、もうスーパーサブはでも似てるんですか？やっぱ違うでしょ。でも違う、うん、一緒って言われてもこれ例えば同じヘッドでも、まあ、同じヘッドはないんだけど、うん、違うじゃないですかパターンって。違うですよね。だから同じこうニューポートタイプの中で、うん、やっぱり自分が試合でもうこれがもしね何かあって、うんうん、違った時にこれだったら試合で即使えるよっていうのを1個作ってことです、うん、これはこれで選び行くんですか？向こうに選び行ったこともあるけど、やっぱ選び行ったからっていいのは出ない、うんうん、ね、できないから、うんうんうん、だいたい 4,5 本に1本の割合です。実際にこう試合で使うっていうの、だ同じモデルでも微妙にな違いがあるからっていう、ね、うん、あ、全然違いますよ。でだんだんね、ヘッドが大きくなってって、ね、最近ちょっとずつヘッドが大きくなってきてて、はいはい、まあ、理由はこう手が動きにくいとか安心感が欲しいとかいうとこなんだけど、あ、それをオーダーして、それをオーダーするんですよ。そうで、オーダーしてもうすぐ来ないから、こういうパターンって、うんうんうん、もう場合によっては1年とか1年半待って来るっていう感じなんで、うん、ツアーのね、キャメロンの澤さんといろいろこういうのがいいんですって言ってすぐ来るやつもあるんだけど、うん、この感じのクラスはなかなか来ないんで、1年ぐらいしないと来ないんで、これすごいです、ね、でもこれはめっちゃいいですよ。そりゃめちゃくちゃいいね。いいでしょうね値段じゃなくてね、値段、値段も値段じゃなくてね。でも、うん、この間全米プロ見てたら、ここビッケって入ってるでしょ。はいはい。で、もうそれまではそのバーチカルスタンプって言って、スコッティ・キャメロンっていう、縦にポンポンって2行になって入ってる、あれがもう最高級品、はい、選ばれた人が、はい、いただけるっていう証だったんですけど、はいはい、なくなってたんですよ、はい、これが来た時。これが来たのが去年の、カシオワールドオープンの時に来て、はい、うわ、これすごいなと思って、はい、でこれを
即使おうかなと思ったんだけど、もう歌唱ワールドオープンでほぼもう最終盤でしょ、はい、うん、でそれまでに使ってたこう軟鉄のスコッティキャメロンの打感も良かった、うんうんうん、だからまあ今年いっぱいはそれ使ってってことで、うんうんうん、あれ去年の歌詞を、うん、はい、ですよね、うん、あれこれでも1年使ってるかな、うん、一昨年かもしれない、あ、一昨年、うん、はい、でその辺ぐらいからだからほぼ約1年使ってるのかな、うん、でこの間見たらここタイガーウッズって書いてあって、はい、あれ、ね、でもしかしたらこれ一緒じゃないのかなと思って、この世界で4人しかこの縦にね文字が入るのは許されてないんです。あと誰ですか、タイガーと、タイガーとあと、知らないです、リッキーとか言ってたかな、リッキーファーラー、うん、あとヨーロッパの選手が1人、あ、うん、で聞いてますけど、どこか分かんないですよ、いやいやいや、でもまあ基本的に段階があるじゃないですか、物事の段階があって、うんうんうん、あの最初あの手嶋さんに憧れたの、はい、手嶋さんがこ の, あの、うん、ね、スコッティ・キャメロン、はい、を使ってて、はい、でうまいでしょ手嶋さん、はい、で ああいう動きいいなと思って同じパターン使い始めて、うん、でそれから、うん、あのまあ、当時のね、はい、あのタイトリストの人にあの、まあ、少しこの GSS の前に SSS っていうのがあるんですよ、はいはい、そこはサークル T の分野に入ってくるんだけど、はい、だから通常の市販のヘッドを3年ぐらい使ったかな、うん、2,3 年使ってやっとその SSS っていうところを許されて、はいはい、でもうそこでもハッピーなんだけど、ずっとこう、はい、そういう中で、あのいつかは GSS を使いたいっていう、うん、だからもうすごい長い、マスターズに出るぐらいに許されたんですか、あもうちょっと前ですね、もうちょっと前、うん、もうちょっと前ですね、じゃあスコッティもね、でも自分でもそれまでずっと使ってたから、でもスコッティも結局成績じゃないみたいなんですよ、はいはい、その自分が作ってるそのパターをどれだけ大事にこうしてくれてるかっていうのが大事で、だからまあ自分もスコッティファンだからね、うん、あのスコッティの中で例えばこういうパター使っててもイメージ出ない時あるじゃないですか、はいはい、イメージ出ない時に例えば他のメーカーのパターに変えるっていうのもよくあるけど、はい、あの一筋だったんですね、自分の場合はスコッティ・キャメロンの中で何かないかなと、なるほど、うん、だから一時は、このエースのねこの形、うん、それから、まあマレット型の、はい、まあ、ストレートネック、はい、で L 字っていう3本、はいはい、あの持ってって、はい、でこの調子が悪くなったらストレートネックにすると、でストレートネックもダメだったら L 字を使うっていう、はい、なんかそういうあの決まり事をしてた時もあったんです、でなんでやっぱりピンパタイプに落ち着くんですか、わかんないですけどね、まあもともとゴルフ始めてずっと使ってるのがやっぱピンタイプ、うん、そうですよね、だから、うん、まあ、学生時代からそうじゃないですか、はい、だからどうしてもやっぱここに戻っちゃうし、うん、あのまあ何でもかんでも使ってると何が何だかよく分かんなくなるでしょう、うん、だからベースとしてはもう絶対この形っていう風に決めちゃってる。なるほど。だから困った時、はい、だから分かりやすいですよ。マレットとか使ってると、はい、あのあ調子悪いんだなと思ってください。ああ、そう。そうそう。なるほど。この線も入れたくないわけ。ラインをね。ああ、ラインをね、うん。だからドットだけポンって入れてもらってるんだけど、はいはい、このラインが入ってる時はあ悩んでるなと思ってください。ああ、なるほど。やっぱりそれってまっすぐストロークするとかっていう縛りが出たりとか、フェース面がどっち向いてるみたいな過度な情報がいらないってことですよ、でも過度な情報というかそのラインがあるからまっすぐ打てるってわけじゃないじゃないですか、わかります、はい、だからだと思うんですよね、あのまあ先輩僕から見ると若干こうカット打ちっぽいような、あよく言われますよ、はあ、うん、感じするんですけど、うん、だからそういう意味でまっすぐなラインっていうのは、うん、邪魔くさいじゃないですか、カットに打、ね、うん、打ちづらくなるじゃないですか、そのまっすぐな、まっすぐなラインって線がね、はい、うん、打ちにくい、うん、打ちにくい、まあそこを見なきゃね打てるけど、まあ、っすぐに合わせたいわけでしょ多分パター自体をね、はいはいはい、それをまっすぐに合わせたから、はい、入る、それをやることによって入るんだったらやるんですよ、うん、だけど合わせたからでこの実際の動きが悪かったらボールはそこに飛ばないから、だからいらないんじゃないかっていう、うん、先輩はあれですか、まっすぐ藤田さんの場合はまっすぐフェース面は合ってるんですか、目標に対して、
合ってないと思うんですよ。ちょっとかぶってると思う。あ、かぶってる。うん、かぶってると思う。そのカット目に見えるってことはやっぱりちょっとかぶるじゃないですか。なんかそんなイメージあります。うん、だからインサイドアウトの人はちょっと開くと思うし。でも、なんか僕は、アマチュアの人ってほとんどインパクトでフェース開いてる気しません、うん、あ、まあ開いてたり閉じたりする人はね多いけど、はい、まあ開くことが多いでしょうね。なんかこう ストロークの最中にフォーハッて開いてなんかここでグリってちょっとあ、まあ、あの擦って、うん、なんか擦ってる人多くない？まあ多いかもしれないですね。僕先輩のパター見てると、うん、さんのパター見てるとこう緩むっていうのが絶対ないような選手だね、気がする。絶対でもないんですよ。最近ちょっと緩むからやっぱり、うん、年ですよ。経験を積みすぎましたね、私も。だからなんとなく目標より若干かぶってるようにも見えるんですよ、うん、でもそれが逆になんか、うん、なんか強みっぽく見えるんですよね。でもその開いてあれなのと閉じて、ね、はい、構えるのと開いて構えるのだったら絶対閉じて構えた方が強いボール出るじゃないですか。出ますよ、ね、うん、ああ、じゃあ強いボール出したいと思ってるし、やっぱり緩みたくないと思ってるから、なるほど、だんだんそういうふうに思ってるとそういう形が出来上がった。なるほど、うん、で、まあ、問題はインパクトの時にいかにそのフェースがまっすぐであるかっていうところだから、もうそれに集中してるっていう感じ。なるほど、じゃあちょっと実際そのパッティングで一番気をつけてるところってどこなんですか？ちょっと打つの見させていただく前に、打ち方で、はい、打ち方で、はいはい、打ち方は、なんだろうね、うん、まあ煽って打ちたくないとか、フェース開きたくないとか、はい、だからまあ緩みたくない、で基本的にやっぱり加速しながらボールに当てたい。加速しながら、うん、その例えばスピードのメーターがついてるとしたらヘッドに、はい、スピードが、まあ等速ギリギリ許せるかな、うん、だけど例えばちょっと減速しながら当たるっていうのはもうすごい嫌ですね。うわーんみたいな。あ、まあどっちでもいいですよ。うわーんでもいいし、バンでもいいし、バン、うん、早くビビッとこう上がってくるのもいいし、ほわーってなるのが嫌だって。それはダメ。それはダメ。それをこうやってこうほわってなるともう多分ダメですね。わ、うん、かる。だからまあわかる。いやいや、だから先輩のはこういわゆるタップ式じゃないですか。うん、パジン。だから絶対緩まないよなこの人はみたいな。やっぱり上手い人そうですよね。谷口さんもとかもそうだし、うん、手島さんとかも。そうだからその強く打つとか強く出る要素をとにかくもう盛り込みまくってるみたいな。だからフォローとかも、うん、じゃあ上に上がるのと下に下がっていくのと、はい、どっちが強いボール出るって、はいはい、たら上よりは下だと思うから、はいはい、うん、だから下に、じゃあだったら上よりは下に打とうかな。でハンドファースト、ヘッドファースト、ヘッドファースト、ハンドレイト、ハンドファースト、ハンドレイト、どっちが強いボール出るって言ったら、ハンドファーストでしょ、だからハンドファーストで構える。じゃあもう藤田さんの考えたのは、とにかく速いスピードを出す。要は、少ないヘッドスピードで速いボールを出すって感じ。まあ、どっちかというとそうですね、うん。ヘッドスピードも、ヘッドスピードをパチンってやるタイプと、こう、うん、ヘッドスピードは遅いんだけど、球は重たくしたいみたいな。それはもうヘッドスピードすら あれですか、うん、ほわってなるのは嫌だ、うん、まあ、基本的にもう練習も上りしか練習してないですよ。だ基本的には打ち抜きたいね。お、下りはもうほぼ練習しないかな。へえ。する意味がちょっとよく分かんないです。下りを練習する意味が分かんないな、まあ、まあ経験上ちょっとこのそのスピード感とかは分かるけど、練習として下りをやるっていうのが、はい、どこに何の意味があるんだろうっていうね、パターンでね。じゃあ朝トーナメント会場来ます。あ、それはやりますよ。パッティングレーンに来ます、うんうん、っていうと何から始めるんですか？まずは、はい、ロングパットです。ロングパット、うん、できれば上りのロングパット。だからこの富士桜カントリーで行くと、はい、まず下から、じゃあクラブハウスの下からなんだけど、練習場向こうにあるじゃないですか。向こうから、はい、で練習場をこう送るじゃないですか。来ます。そうすると下りなんですよ。下りですよね。だからもうめんどくさい時はこのままやるんだけど、うん、ちょっと時間ある時はもう下まで行って下からこうやってやるんですよ。あ、うん、なんかそうやって次からそうやってやってんなと思われるの嫌だな。上り何割やるんですか朝練習？朝は、朝の練習っていうのはスピード感じゃないですか、はいはい、だからまんべんなく行きますよ。例えば、なるほどね、うん、じゃあ、まあうん、できれば最初は曲がりにくいラインで上り、はい、下り。あ、曲がりにくいラインで上り下り上り下り、はい、で、はい、まあ、この富士桜カントリーで行くと、う
曲がる曲がるみたいな。で曲がって下りな、ま、曲がって上りとか。じゃあ、なんとなく、じゃあでっかい練習グリーンを10メーターぐらいのまず、はい、縦横無尽にこう。そう、それが5分ぐらい。3分から5分ぐらいこうバーンってこう行ったり来たりやった後に、はい、上りの、フックスライス。上りのフックとスライス。はい、まあその時は、まあ、何メーターぐらいの、2メーターぐらいですか。2メーターぐらい。うん、ぐらいのやつをあとはずっとやってますね。そのロングパットで残ったこのショートパットはどうするんですか。それも打って入れる。あ、打たないです。それは打たないです。あ、打たない。打たない。あの練習の目的はそのスピード感をつかむためだから、ショートパットを入れるっていう。あ、それはじゃあ朝っぱらの一番ホールはやらない。あ、一番最初の滑り出しはやらないんですね。やらないですね。で、今度2メーターのショートパットを、今度何分ぐらいやるんですか。それは結構やるんじゃないですか。10分から15分ぐらいやってると思いますよ。で、仕上げの方、次は仕上げですか。仕上げはないですね。それだけ。仕上げって例えば、じゃあもう2メーターのパットが仕上げでずっとやってる感じですか。あ、でもまあ2メーターずっとじゃなくて2メーターから 1.2 とか 1.2、まあ、場合によっては 5,60 センチもやるときはあるかもしれない。じゃあスタート時間まで大体ずっと 1.2 メーターをずっとやってる感じですか。 1.2 とか2メーターぐらいのその 半径のパットをこうやってます。曲がるやつ、うん、下りはほとんど、下りはあんまりやってないかもしれないですね。8割上り、8割下り、もう1個もやんない。いや、1個もやらなくはないけど、まあ、8割から9割、上り。8割から9割。なんか、谷口徹さんとか、手島さんってフックラインしかないらしいじゃないですか。ああ、手島さんとかは、うん、そうね、そうですね。先輩は？あ、一時ね、スライスばっかりやってる時もありましたよ。あの練習で、フェードをすごくこう、打ってる時は、あの左のエッジとか、左のボール1個中とか。まあ、よくあのレフトセンターみたいな、はい、あの辺りのパターをひたすらやってる時もあったですね。そうなんです、じゃあちょっと実際ちょっとストロークをドアップで見せていただいて、はい、ストローク、はい、恥ずかしいですねストロークってなんかね。ちょっと、はい、ちょっと見せてください、はい、いいですか。はい、じゃあめちゃめちゃ面白い面白いおー、先輩っぽいですよね。っぽい。ストローク。うん。もう、みじんもフェースが開かない。みじんも。みじんも開かない。みじんも開かない。これずっと流しっぱなしがいいよ。切らない方がね。見ない。いや、あ、いや、見ないっていうか。ああ、今がちょっと開いてるのかな。ちょっとスライスしました。ああ、ちょっとスライスないですか。ね、ああ、なるほど。こんな感じですね。ちょっともうちょっと見せてください。じゃあスローで撮るね、今度。大丈夫ですか。はい。はい、はい、お願いします。濃いな。今の良かったな。今の良かった。うん、ちょっとあれかな、ちょっとスライス気味だから、ちょっとこっち行きますか。はい、ちょっとフックちょっとフック、綺麗なグリーンだねこれね。え、うん、なんかよく入んなあ、ちょっと待ってさ、ちょっと待ってさ、はい、うん、なるほど。先輩ちょっと見てください。大丈夫ですか。ちょっと見てください。見るの、はい、たまに自分で撮るけど悩んだ時。ご自身のね。はい。これ、うん、最後のパット。はい。今出玉がポンと右行きましたよね。うん。ちょっとフェース開いたのかな。でもストロークは絶対フックラインなのにこう煽らないですよね。うん。これ入って。煽らない方が好きですね。だからどちらかというとカット打ちですよね。まあそうですね。どっちかというとカットに入っ
ってること多いね。で、僕は先輩の、あの、大事な場面を結構目撃してますけど、目撃。優勝争いの時にね、一緒に回ってるけど、そういう時って、やっぱり若干手も動かなくなってくるし、うん、なる。うん、だけど、そういう時って、やっぱり、その分ヘッド動かすから、その分カット打ちがもっときつくなるような気がするんですよ。うん。あるかもね。うん。うん、だから、藤田さんが、こう、息を飲むような、パッティングしてる時のがもっとカットがなんかきつくなってるような気がするんですよね。うん。そういう実感あります？うん。どっちかって言われたらやっぱカットだと思うし、うん、カットとか上とか。上からね。そうそう、そういう風な表現っていうのは、あの、絶対当てはまると思う。下から、下から開くなんていうのは、もう自分の中じゃありえないから。なんかよく、なんかオーバースピンをかけるために、こうやって打つんだっていうような人もいたりとか、うん、いるね。あと、こう、それとは逆に、いや、ヘッドは低く長く出すんだよっていう人。うん、私はだから、後者。そうですね。うん、低く長く出す。あの、こういうのは、まあ、あんまイメージとしてはね、好きじゃないっていうね。やっぱり重いものだから上から下に行った方が絶対に加速しますもんね。重力がかかるから。ああ、そういうことです。だからこう、うん、なんか加速をさせたいっておっしゃってたから。あ、加速をさせたいですね。それは重力を使って加速させるってことですかね。どうなんですか、まあ、そのイメージはあんまないですね。ね、うん、まあ、自分の力で加速をあくまでもさせていくっていう。よくこう五角形を崩さないようにとか。ああ、まあ、崩れないよりは、うん。崩さない方がいいでしょうね。手首の角度を変えないように。手首の角度を変えないようにはありますね。ある。あるある。それはある。うん。手首の角度、まあ、フェース面が命だから。フェース面なんです。うん。五角形変えなかったらフェース面変わらないかっていうと、変わる可能性あるし。でも手首の角度が変わらなければ、じゃあフェース面変わらないかっていうと、変わらない確率は非常に高いですよね。どこに針を持ってるとかあるんですか？針。あの、いや、かけ、か、あの。でも、ここ引っ掛けてるのはすごいある。ここはなんか引っかかってる。まあこれショットもそうだけど結構引っかかってますよね、こうやって。引っかかってこう。小指で持つんですか？小指と薬指あたりで引っかけてる感じは。引っかけて、まああとは極端に言うとこういう感じで打ってるかもしれない。お、え、ここと、あとどこ引っかけるんですか？あとこの辺かな。引っかかってるとしたらこの辺。この辺で？はい。あ、ここの、この二つ。あ、その二つ。この二つが引っかかって、こことここで引っかけて、こう。やってるかも。ここはもう絶対力いらないから。え、どこがいらない？ここと、ここの2本。ああ、親指に。はいはい。なるほど。じゃあちょっとその合ってます？はい、いや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 、合ってるとか間違ってるとかなかなかね、そういう難しいところですよね。はい、じゃあちょっと、はい、ああはい、いいですか？ちょっといいですか？はいはい、ちょっと押したか。じゃ今度スローでいきます。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待って、あ、こう分かりやすいようにこうしておきますか。あ、ありがとうございます。はい、いきます。じゃあスロー見てみます。うん、指が入っちゃったか。バカだね。綺麗に取れるね。意外と低いでしょ、テイクバックも。うん。でもやっぱりダンブロー気味ですよね。でもダンブローじゃないでしょ、ボールにバックスピンかかってないから。あ、ちょっとかかってるか。ダンブローじゃないでしょ。ダンブロー見えるだけなんや。ほら。レベルぐらい？うん。だからレベルが。でも先が浮いてるよね、いつも先輩の。先が浮いてるって？トゥーが。あ、トーはね、トーは立ってないとフェース面がキープできないから。へ、うん、そうなんですね。トーが立ってないとフェース面がキープできないってのはどういうことなんですか？トーがこう立ってればフェース面はずーっと正面向いてるでしょ？トーが、まあ、こうなることはないと思うんですよね。まあ、上手い人はね。まあ、初心者とか、あんまり上手じゃない人はこうなると思うけど、大体の人はこうなる。
で、これは塔が立ってないですよね。あ、まあ、フラットなクラブだと塔ダウンするみたいなイメージ、ね。あ、まあ、どちらかというとそういう感じ。うん、まあ、こうなれば手もこう、連動してこうなってくるし。だ、塔を立てるとなると、やっぱりちょっとこう。そう、塔はずっと立ったまま、こういう、こういう状態で。っていうイメージが。そう、フェースはもうこういう、ぶれたりしないんで。だ、もう、こういう動きが NG ってことですよね。もう、ショットもそうです。そうそう、NG、NG ですね。ありがとうございます。はい、こんな感じ。合ってます。はい、あ。あとすみません。あと距離感っていうのはどうやって掴むんですか。それよくアマチュアの人にね、はい、聞かれるけど、なんて答えてます。はい、まあ、あのストロークの大きさとか云々よりも、うん、こうインパクトの 重たさとか圧力だとか音みたいな感覚で、あのテイクバック小さくても、うん、でかくても、うん、結局ここで、ね、結果の音が全てだから楽器を叩くようにみたいな。わかんないですけど、これって本当難しいじゃないですか、はい、距離感、特にロングパッドの距離感を、はい、あのって言われて、あの俺はなんて言うかっていうと、はい、あのゴミ箱に物を投げるのと一緒ですっていう、それ僕も使います、うん、だからもう本当に感覚なんですよね、はい、100% 感覚、 100% 感覚、うん、100% 感覚で、はい、まあ私はもう 100% 感覚派、はいはい、うん、だから例えば補足をしてストロークをこうね、うん、振り幅決めてとかよくあるけど、はい、こんなことやったって面白くないだろうし、うん、私はあんまりそれは好きじゃなくて、でも本当感覚なんですよって言って、はい、そのボールを転がしてみてくださいって転がして、まあバーってオーバーしたら次はだいたい皆さんショート目になるじゃないですか、はいはい、あ、その感覚です、なるほど、それの蓄積が、これは先輩のトレーニングあの参加させてもらったんですけど、いやいや、またぜひ、いやいや、お願いします、はい、お願いします、あの時もね、こういうなんか、はい、そうそうそう、玉入れ競技みたいなのもね、そう、玉入れ競技あのあって、うん、こういうのもそこの穴、向こうの穴、うん、3つぐらい穴があって、そうそうそう、そう、だからそういう感覚を大事にしてる、感覚ですよ、だからまあだんだんこうね、若い頃はそういうのが楽しいし、はい、あのすごくこうすぐ掴めるけど、年取ってくると面白いですよね、はい、そのうまくいかないじゃないですか、うまくいかなくて、子供はどっちかっていうと、もうとにかくやるだけ、はい、うん、だけど大人はなんでうまくいかないんだろうってこう考え始めて、はい、でなんでっていうのはその握りボールの握り方なのかなとか、はい、なんかこう肘が曲がってるからかなとか、はい、そのなんかそういう風に走りがちで、うん、なんかこう距離感がつかめないまま終わってしまって、こう遊んでる子どもたちの方がどんどんこう、うんうん、だから、なるほど、遊んで覚えるみたいな感じの方がね、はは、なんかいいと思うんですよね。パターンもだからそんな難しく考える必要は多分なくて、うん、あ、強かったからちょっと今度弱めにしてみようとか、うん、でそれのこう蓄積が自分の中の距離感というデータになって、うん、なるほど、次の状況にあのを克服することができんじゃないかなっていうふうに、なるほど、まあうまいからそう思うんでしょって言われて終わりですけどまあそんなもんだと思うんですよね、うんうん、まあパッドイズアートとかね、デーブ・ストックトンなんかね、パッドデーブ、そういう細かいこと考えんなとかね。あ、言ってます。あ、デーブ・ストックトンはもうその教えですよ。あの、なんだっけ、最初パッドイズアートって言ったのはあれですよ。あの、ペルツ、デーブ・ペルツ。ああ、はい。デーブ・ペルツの合宿行ったんですよ、2日間の。うんうん、30万払って、はあ、うん。で、1時間実技、1時間学科。かなりロジカルもテクニカルのこと、いろんなことを教わって、うん、最後の授業の最後の時間にパッドイズアートだから気にすんなって言われた。いやいや、そこかよっていう。でも技術的にはやっぱりいろいろ、そうそう、いろんなことを教わりますね、うん、1対1のリズムで打てとか、ああ、1対1のリズムね、まあそういうのは大事だ、ね、フェースをね、レーザーで合わせて、あの反射を使って、ね、そのアドレスの時のそのフェースの向きっていうのは重要って言ってたんですか、と思ってずっと聞いてたんですよ。だ、僕もそれを僕はめっちゃ開いてるんですよ、僕は、うん、開いてるの、僕はこう閉じ込みたいんですよ、うんうんうん、逆タイプだね、はい、うん、閉じてんの開くからね、俺は。あ、そうですよね、うん、はい、だから僕はインパでも思ってることは一緒で、インパクトで開きたくないんですよ、うん、で開いてた方がこっちに動かすから、うん、僕は、うん、インパクトが弱くならないんで、うんうん、なってた、うん、でもそれこうやったら僕の中ではハーって緩んじゃうんですよ、逆にそれありがちね、ゴルフでね、はい、うん、だからで最後それ言われてずっこけましたよ。あ、え、じゃあ
開いててもいいんですかって言ったら、うん、いいよってそこかよまあでもね、本当フェースもあるし、そのストロークもあるし、それまあ融合じゃないですか、そこで表現してるから、はい、だから一番無駄なのは多分そのまっすぐ構えて、はい、フェースがどこ向いていて、はい、そこにまっすぐストロークしようってするほど無駄なことはないなっていつも、うん、同じですね、同じく思うんですけど、そうじゃない人もいる。先輩はどうやってこれ置くんですか？私？試合です、試合。私はあのドライバーで打つ面っていうのはこのプロ V1 の方なんですよ、うん、ドライバーの時はどうセッティングするんですか？これ穴が向こうだと、ドライバーはこうティーアップしてこう、まあ、プロ V1 のここで打ちたいから、ほうほうほう、こうやってティーアップするんですよ。あ、へえ、そうなんですね。だけどドライバーとか、まあ、アイアンショット、ショートホールなんかでここで打つから、うん、パターはこっちで打ちたいんです。え、パターはどうやって置くんですか？パターはこうやって置きます。で、できるだけこの、まあ、タイトリストがなんとなくね、これだったら右の中ぐらいかなと思ったら右の中かなみたいな、この自分がこうあの見つけたラインにポンってなんとなく置いてます。なんとなく、なんとなく。え、ドライバーは どう置くんでしたっけ？ドライバーはこの反対、こっち側。え、意味が分かんない。え、ただ打ちたい面が違うだけ。あ、そうなんですか、うん、ドライバーこの面で打ってるから、ショットとかは見えてるところは同じ向き、うん、同じなんですね。同じ絵柄は見えてる。あ、そうなんだ、うん、同じ絵柄でやってます。で、これオンネームだから、うん、ドライバーは V1 で、うん、自分、あ、そうそう、オンネームの場合は、そう、このビッケの、うん、ビッケ面がパター面で、こっちの反対側の面でボール、あのドライバーショット打って。あ、でも見えてるとこはどっちも同じ柄ってことですね。そうです。なるほど何ですか？何ですか？なんか普通すぎるでしょ。いやいやいや、普通じゃない、これ。でもだったらそんな制約が増えたら、なんかすごい制約、はい、なんかいろいろ決まりが同じだって、ここから見えてんの同じじゃないですか。いや、見えてんのはどうでもいいの。俺あのこれでも全然いい、これでも何もなくても、ああ、うんうん、だけどせっかくだったらこのタイトリストの文字をなんとなくラインに置きたいなと思ってる。なんかビッケがドライバーで潰れるのがかわいそうだからですか、うん、あ、それはないから自分の名前なんか知らないけど、あのこっちで打ってるから、なるほど。そう、まあ逆でもいいんだけどね。こっちでドライバー打ったら、でもこれ剥がれるでしょ。ああ、うん、で、じゃあこの4っていうのが自分側に来るんですか？必ず。あ、そう。数字がね、自分側に来る、ね、はい。自分側に来る。うんうん、来るね。で、なんとなく合わせるっていうことは、はい、これは多少曲がっててもいいっていうこと。あ、多少曲がってる場合も多々ありますね。もう気にしないと。まあ気にしてもしょうがないから。はい。うん。なるほど。じゃあちょっと今度、はい、なんか。間合いみたいな。間合い。ルーティン？ルーティン。うん、このじゃあ私のルーティンは、はい、こう、はい、はライン、はい、大体のラインを見ました。見ます。はい、あれ？四、まあマークがありますよね。マークします。じゃあちょっと マークって今ないですか？こう普段はこうやってやりますよね。はい。まあラインは多分マークしながら読んでるのかな。はい。で、後ろから見たり横から見ながら、はい、まあ傾斜をちょっと確認したりします、はい、で実際打つときは、はい、まあ、例えばこれ右いっぱいだなと思ったら、はい、大体このさっき言った右いっぱいの方にポンと合わせて、はい、まあ、こんな感じですよね、はい、だ大体まあ右いっぱいぐらい向いてるじゃないですか、はい、で雰囲気 で, で, そでこれ聞きたかったんですよ。これ何の意味があるんですかこれこれ今右いっぱいって言ったじゃないですか、はい、で右いっぱいに合わせるんですよ、うん、これをね、うん、そうすると途中にスパットが見つかるんですよね、うん、この延長線上にスパッドが、うん、でそれスパッド見つけて、でそのスパッド上をこう、うん、この辺に見つけるんですか？スパッド今だとこの辺かな、この白いこの辺だね。あ、この30センチぐらいのところにスパッドを見つける。そうですね。それをこのシャフトを使って見つける、うん、シャフトを使ってこのスパッドを見つけるんですよ、あの辺だなって、うん、でそのスパッドを通過しながら距離感と方向をこうやってイメージを出して、うん、でこうそのスパットとラインを見ながらこう入っていくんですよね、はい、それでここでもう一回この目線で2回素振りをするんですよ。その目線っていうのはちょっとカップを見ながら。あ、そうですそうです。このスパットを見ながら、スパットとこのラインを見ながら2回、まあ、さっきはこのラインだったでしょ、うん、あの正面で見たでしょ、うん、で今度角度がこう変わったじゃないですか、うん、角度が変わることによってちょっとこう若干変わるんですよね。変わりますよね。
そう変わるんで、うん、そこをちょっとなじませる、うん、だからこれ右いっぱいスパッと見つけて素振りしたら、うん、パッと来た時に変わるから、うん、そこに自分をこうなじませていくっていう、はい、だからスパッととさっき読んだラインがずれることも多々あります。ある、うんうん、そしたらここで思ったラインに打つ、はいはい、かスパットが正しいっていうふうに思ったらスパットを狙いでいくとか、狙いで、うんうん、でこう2回素振りしたらそこを構えたらあとはもうそのイメージに打つだけ。なるほど、うん、でちょっとこの、はい、これ聞きたいんですけど、はい、よく青なんか要はこの真後ろに立つとこれ狙うところがこのシャフトに来るとかなんかそんな、それなんか俺わかんないんですよね。あ、よかった。そうラインを読む感じとかはわかんなくて、あ、ただ単にスパッとに、そう自分が読んだラインに対してそこのライン、例えばね右いっぱいだったら右いっぱいがこのラインだから、うんうん、その延長線上にスパッとを見つける、見つけるためにこれをにやってるよかったのが多い。あ、僕もこれ意味が全くわかんなくてい、やよくこれフックラインだとこれ右に来て、うんうん、スライスラインだとこれ左に来るとかって言うじゃないですか。あ、そうなの。でもそれって結局自分がそこに立ってるだけで自分の結局感覚を確かめてるだけじゃないですか。あ、になるよね、うん、まあ、これでラインは読めないからね。読めないですよね。読めないと思いますよ。まあ、僕もそれ読めないと思ったんだけど、それ先輩ちょっと分かんない。他になんかやり方があるかもしれないけど、それの場合はそのもう置いて右いっぱいで、カップ1個だったらカップ1個に合わせてスパッドと、あとこうイメージ出るじゃないですか、はい、ただ漠然とこうやるとね結構なんか違うんですよね、うん、だからまあワンカップならワンカップでスパッドを見つけるっていうのは結構大きな作業かなと思って、はい、でこう見つけたらそのそこからまたイメージをこう出して、うん、で距離感と方向でそれをやったらそのままもう打つだけっていうね。大体2回素振りするんですか。まあ2回2回って大体決まってる。あ、うん、決めてんのか決まってるのかちょっとわからないんだけど、自分で2回2回やってることが多いですね。なるほど。あとはこう何ていうんですか、はい、別の引き出しでめちゃくちゃ入れたい時とか集中高める時とかなんかコツみたいなとか、もうあれじゃないですか気持ちじゃないですか気持ち、あ、やっぱりもう絶対入れずこれみたいな、もう絶対入れるぞっていう時どうするんですか。絶対入れるって思うんですか。思いますね、うん、あの流れの中でもうこれはまずい、入れた方がいいとかあるじゃないですか、はい、うんうん、思うだけ、うん、どういう感じで思う、どういう感じかな、絶対入れるぞ、どういう感じかな、いやもう絶対、まあ、入れなきゃまずいみたいな、そのそっちもあるし、はい、うん、そっちですね。結果は変わんないと思うけど、でやることも変わんないです。ルーティンも絶対変えないし、だから その時はもう絶対入れるぞって気持ちで打つとか、うん、例えばいやもうやることだけに集中しようとか、まあ、いろんなこうなんて自分のモードみたいのがあると思うんですけど、うん、距離感だけ考えようとか、ああ、いや、まあでもまあでも自分が読んだラインに、まあ俺は出玉が命なんで、出玉が、うんうん、もうそこに絶対こう出したいっていう気持ちは強い。んー、じゃあそのスパッと、この50センチぐらいの、あのパッターはこうね、打った瞬間ここでもうどうなのかってほぼわかるでしょ、うん、まあ、大体この辺りなんですか、スパッとっていうのは。大体その辺が多いですね。あ、多いけどね、この富士桜みたいに綺麗なグリーンだとちょっと見つけるのが大変だけど、はいはいはい、その見つけたやつをじーっと見ながらこうやって入ります。あ、こうじーっと見ながらね、ここを見ながら、見ながらこれを、そういうの見ながら入ります。だからもう風が強い日なんかもうここでもう涙が出ちゃって、ああ涙が出るみたいな。なるほど。もう目ずっと開けてるから。なるほど、うん、それもありますよ。で、見失うこともあります。うん、うん、もう見失ったらもうしょうがないね、うんうん、また戻って探すとスロープレイになるんで、はいはいはい、うん、でもう構えてそこにスパッドがあるでしょ、そのスパッドから の,、はい、あのまあ、距離感も含めてのあれなんで、うんうんうん、で、ここにとにかくまっすぐ出すんだと、そこに出すんだっつってパーっていってよしっつって、うん、そうですねなるほど、そうやって思ってます。あとはもう絶対緩まないこと、ね、緩まない、緩むと外れる率が高くなっちゃうんで、やっぱ緩ませないっていう。
でも今こうじっくりお聞きして、なんとなくでもその通りに やっぱやってる光景が思い出されます。あ、そういうこと考えてやってんだまあだからそのね、絶対入れるために気持ちだけだと、うん、だからその緩みたくないとか、その加速してるってね、うん、ある普段のその準備が大事ですよ、うん、だから登りばっかり打つとかもそれの準備の一つだと思うし、うん、そのフェース開きたくないっていうのもその準備の一つだと思うし、うん、そのために、うん、なんか普段のそういう練習してるみたいな、まあ、パターンマットも含めて多分で、そこに気持ちが乗っかって結果がついてくるみたいな、多分そっちかな。なるほど、深いし、ここまでやっぱりパッティングを一生懸命聞くチャンネルもないでしょこんなに聞かれたこともないこんなに聞かれたこともないし、でもこれが大事よね。だから打ち方云々とかよりは、なんかこっちの方が、まあ競技者の人はこういうことの方が大事で、アベレージゴルファーの人はその普通のレッスン動画の方が大事だと思うし、うん、いや僕のチャンネルそういうチャンネルなんです。いや深いですね。ありがとうございます。深いし、なんかちょっと恥ずかしい気持ちになりました普段そこまでもう上辺だけの、いやいや上辺だけのそういうレッスン的な要素が多いじゃないですか。ああ、はい、だけどこの本当にこう中身にこうちょっと入り込まれた感じです、はい、うん、普段はもうそこは入れない領域のところにちょっと入られたなっていう感じがあって、まあ、勝手に自分が思ってただけだけどね、はい、まあ、見てる人は何のこっちゃみたいな感じだと思うんですけど、いやいやいや、はい、でもまあちょっとね、それなんかあんまり覗かれたくないな、恥ずかしいなみたいな感じのとこもにありましたね。はい、うん、まあちょっとすいませんまあでも楽しいですね、こういうのも楽しいですね、はい、なんか心が通ってますね、こういうのって、はい、うん、これもう魂のレッスンですよ魂の、はい、心が通ってる、はい、うん、いいっすよこういうの。なんかもう上辺だけのね、とりあえずこう、これだったらうまくいくんじゃないんですかみたいなのとか、そういうんだったらもう、うん、本当他でやってるんで、はい、そのいろんなことを考えながらやっております、うん、はい、ということでこんだけパッティングのことを、ね、いろいろビッケマジックのビッケマジックは久々聞きましたよ、ね、恥ずかしい、それも恥ずかしいね、もう最近言う人いないですよ、そんなもん。いや、うちらの大学、もう丸山さんとかね、もううちらの大学の間は出たよ、ビッケマジック。そうね、もうその代の人はもうみんなビッケビッケってね、ああ言ってくれて、本当にずっとビッケっていろんなの言えてるけど、はい、はい、ということで、はい、この最年長シード選手、ね、本物のシードだからね、複数年とかじゃないか、賞金シードですから。いやいや、うんだね、ああ、これによくやってるな触れることができましたということで、はい、いいねと思われた方はいいねボタンと、で藤田さんもYouTube チャンネルを始めました。チャンネル名はBK、 ちょっと調べていい？いやいやちょ始めたばっかりでやべ、怒られるねこれ。いやいや、みんなに。いいっすよ、いいっすよ。いや、我々でも藤田ひろゆきで探せば出てくるでしょ、まあ、藤田ひろゆきとか BK とかね、チーム BK とか、まあ、まあ自分が中心に我々プロがあと3人いるんですよ、はい、プロゴルファーがね、はい、でまあ彼らが中心、あ、まあ僕が中心で活動は彼らが中心になるんだけど、健太郎とかも、そう、難波健太郎、ね、もう一個後輩で、もう横田さんにはすごいお世話になったって言ってるし、いやいやいや、ちょっと喋り方とか横田イズムに入ってますからね。そうっす、うん、打ち方も横田イズムに入ってますからね、はい、っていうプロたちと一緒にまあこれからやるっていうね、はい、感じなんで、まあどんなもんか見に来ていただけると嬉しいかなと。なかなか藤田さんってこういうものに媒体に出てこなかったからすごい魅力あると思うんで。本当ですか、はい、なんかすいません、本当なんかね、藤田さん無口みたいなイメージがあるから、試合中の時いやいや基本無口で暗いしね俺九州男児はあんまりしゃべんないですけど、大事なことしか、はい、大事なことそう、なんかね、大事じゃないこと聞くと怒られる感じがあるからね。そんな、あ、普段、はい、普段そんな感じですか。いやいや、なんかそのぐらいだから、中身があることだけ話しますということでまあでも違和感あるんじゃないですかね、こういうの見た人はね。ないですよ、もう。まあゴルフ大好きな方見てくださって、あ、そうかそうか。でも藤田さんって、まあ、あ、こういう感じの人って思うんじゃないかなと思うんですよね。だから、うん、めっちゃ人気っていうか、いや、高評価。片山慎吾だってそうです、こんないい人だと思わなかったってみんな
チャンネルであのメッセージ来ますよ。慎吾はね、いいやつですよね、うん、だってもう自分もアドバイスたくさんもらうし、うんうん、まあでもちょっと変わってるよね、うん、あそこまでできないよなかなか、うん、そう、あんなにね、あの物事を深く、はい、熱く、はい、ね、でいながら他のことも楽しんだりとか、彼はやっぱり変わってるね、まあ、変わってるって言い方がなんかちょっとこう間違ってるかもしれないけど、まあ、彼は本当に楽、まあ、人生楽しんでるね、そうですね、もうすごい参考になるもん。でも先輩もだから深く熱くそれ魂はもう感じますもん我々同業者は本当その魂を触れたいんですよ僕。そうなんですか。魂。いやいや、魂。いや、まあ、でも、いや、違う違う。でもね、それ、そう、そう聞くと、ほら、トーナメント仕様の藤田裕之が出てくるじゃないですか。うんうんうん、そうなると、そう、あるね。自分の中に、その、ある。こう、うん、あるけど、でも、まあ、それ、あんまり、ほら、そこは多分、無理だね。トーナメントだから、あれ、だけど。うん、なんかよくわかんない。まあ、だから、その辺をまだ、これから、深掘り。いやいやこの動画が後に来るのか前に来るのかちょっとわかりませんけど藤田さんのこのねあれを見てくださった方いやトーナメントはトーナメントの時だけですよ多分あなかなか慣れないもんね。それを僕は今からあのほじくり出しますからほじくれるかなまあだいぶだってこれ普段のあれですもんね、はい、うん、はい、普段の、はい、ということではい、はい、ありがとうございます。この動画がいいねと閉めてから何分経ったの閉まんない、なかなか閉まんない。いやいやいや、いいっす、ごめんなさい。あ、いやいや、いいっす、そういうチャンネルでございます。いや、横田さんに閉めていただきます。はい、はい、いやいやいや、ぜひじゃあよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。すいません、すいません面白いですねこれもね、はい、いやいやいや新鮮です